ふう、だいぶ掘ったな。はい、見てください、こちら。昨日じゃないな。まあ、私は昨日作ったんだけどもね。この前作ったブランチマイニング場、向こうの方までぐわーっとたくさん掘りました。ちなみにね、石がこんだけ集まって、なんもない。あ、なんもない。こういう感じ、安山岩とかもこんだけ集まって、砂利やら、土やら、鍾乳石やらあって、ラピスアズもこんだけあって、そして、精錬しておきました。鉄がだいたい100個、銅がだいたい100個、金が16個集まったわけだけども、石つるはしだと掘るのが大変。はい、ということで、今回のふたくらは、サバイバルで最初にやるべきこと5000をやっていきたいと思います。マインクラフト、見るのは好きだけどサバイバルだとすぐ死んじゃう。サバイバルの進め方が難しい。という方のために、サバイバルで一番最初にやっておくといいこと5つをやっていきます。ちなみに、ふたくら2022の目標は、全進捗解除、施設100個建設、モブ博物館の作成。この3つの目標を今年中に全て達成していきます。今回は果たしてどのようなサバイバルになったのか、乞うご期待。あ、動画が面白かったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくね。ということでね、今回は序盤にやるべきこと10選、やって、いや10選じゃない序盤にやるべきこと5選やっていきたいと思います。いろいろね、マインクラフトやるときにね、必要な作業があるんだけど、今回はね、序盤も序盤、一番最初にやるべきことをね、一気にドカーンとやっていこうかなと思います。なんだけどね、まず1つ目、植林場を作る。はい、もう作ってあります、大丈夫です。そして2つ目、ブランチマイニング場を作る。はい、これも作ってあります、大丈夫です。3つ目、畑を作る。なんだけど、今ね、簡単な畑しかできてないので、もっとちゃんとしたね、水バケツでダバーって回収できる畑、そしてもっとちゃんとしたサトウキビ畑を作っていきます。そして4つ目、牧場を作る。今ね、放し飼いしてるんだけども、あの子たちのね、牧場を作っていきます。そして5つ目、まあ、これ本当はもう一番最初にやるべきことかもしれないけどね、あそこに村が見えないですねあそこに村があるんだけど、村から村人を連れてきておく。これらの作業を今回一気に全部ね、やっていこうかなと思います。題して、んー、まあ、特に何もないんだけどね。そしたら、まずは村人を連れてこようかなと思うんだけども、どうしようかな。村人を連れてきて、その村人を入れておく場所が欲しいから、今回ね、この川の向こうにね、村があるので、川経由で連れてきます。なので、この川からすぐ近くに作っちゃった方がいいと思うから、もうこの辺にサクサクっと作っちゃおうかな。ということで、とりあえず、こんな感じで、チタを作って、まずはね、簡単なものを作っていきます。この後ね、またいつか、ちゃんとしたものも作っていくんだけど、とりあえず今回は簡単なもの。あ、どうしようかな。どうやってやっていこうかな。こうでいいかな？本当か？これで、ん？これじゃダメか？え？これボートでこっちの方から、こうやって来て、こうやって来て、こうやってやって、村人、こっちに。これ来なそうなんで、ダメだね。ちょっとね、奥の方までボートが入ってこれるようなものをこういう感じで作っていこう。こうして、で、こう。こうやって、ここからね、こっちからボート来るんだけど、こっからこう行って、こう。あ、良さそう。で、ここを入っていくんだけど、もう一個奥まででいい気がする。こうしちゃって、こうしちゃって、こっからこうやって入っていくんだけども、この、こっち側、こうやって柵を置いちゃって、柵って確か、頭当たっても痛くなかった気がするから、こうやって中入れる？あ、入れないね。そうだね。よいしょ。だから、こっちの方から村人ね、連れてくるんだけども、こうやって入っていく。入れませんね。これ入れないのね。だったら簡単よ。もう一マス上に。こうやってやって、ここは外してしまう。だからこれ子供村人出ちゃうかな、これだと。まあ、後々その辺は考えよう。これで、こうです。さささささささ。はい。で、こっちから向こう側は出れない。ただ、子供村人は出れちゃうと思うから、子供村人のことは後々考えていきます。まあ、そうね。まあいいや。で、ここから外に出るとき、どうやってやっていこうか。今回ね、特に何も考えてないんだけども、やっぱこういうとき一番いいのってトラップドアだと思うんだよね。トラップドアを準備して、こう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 やってやっちゃう？これで、村人は出る。
寝れちゃうので、さらにもう2個作って、でここからさらにポンポンとやっちゃう、こうしちゃっておけば村人は外には出ない。これここ絶対いらないよねこれ一番上いらないよねこれね。私が入りたい時はこうやってやるけども、村人は基本的にはこうなってるから出ることはできない。これ小村人出ちゃう？いや出ないよねさすがにね、1以上ないもんね。はい、で同じような感覚でこっちもだね、こうしてこうしてこうしておこう、中に入ったらこうする、これにより小村人も外に出なくなる的な、そういう感じ。素晴らしい。まあ、とりあえずのね、簡易的なね、保護場所的な感じのやつです。はい、出来上がりました。そしたらもう早速、村人を、保護しに行こうかな、それじゃあね。あそこ、すぐそこにね、村があるので、本当に近いな、これ。まあ、ここもね、村人を置いておくと、ゾンビにね、やられてしまうから、保護をするっていうね、誘拐とかそういう、そういうことじゃないからね。でれでれでーでーで、ニート発見ということで、ベベン、よいしょ、よいしょ。あ、待って、これね、この道がね、すごい逃げてった。道がね、ちょっと低くなってるからね、ここにボートが乗っちゃうとね、ダメなんだよね。え、もう夜？あら、そうなの？じゃあ、とりあえず、よいしょ。とりあえず、そうしといて、寝とくか、私も。あー、出れない！ボートのせい出れない。あ、おやすみなさい！はい、おはようございます。そしたら、この子をとりあえず、持っていきましょう。いや、ほんと、こんだけ近くにあるとね、楽で、やばいね。だってもう、あっという間に拠点まで行けるからね。初めてのボートデート。そしたら、さっき作ったこちら。よいしょってやって、こん中に入れてと。で、これを、閉じて、まあ、ここ閉じなくていいんだけどね。よいしょっとっていうことで。おほほほほほ。あ、いいですね、これね。今回何人連れてこようかな。まあ、2、3人いればね、多分大丈夫だと思うんだけども。まあ、増やしていくからね、今回、一応牧場もね、羊牧場とかも作ろうかなと思ってるから、羊牧場を作ればベッドがたくさん作れるから、ベッドがたくさんできれば村人を増やすこともね、簡単にできるからね。まあ、最低限2つ最低限2人。あわよくば3人、4人。的な感じで、とりあえず行きましょう。まあ、今回ね、この後牧場も畑も作らないとかんからね、あんまり時間をかけてらんない的なところがあるからね。あ、やっべ！かぁこうなっちゃうからね、道はいかんだよね。いや、なんで入ってきたん？嘘。助けに来たんすか？よいしょ、よいしょ。はい。よいしょ。はい、入らん。入らんぞ、この子。はい、よいしょ、OK。ドナ。あ、すごい、ボートが右左ってなってる。え、でもボートって右左で動かすのかな？ボートって一緒にせーので動かした方がいいんじゃないの？ちょっとわからんけど。お、仲間が増えたからこっちの方来た。でもやっぱ出たがるのね。あ、いや、今ならいける。あ、てか別にこれ片方開けてもいけるんだった。この子たちは出れないからね。あー、いいの作ってしまったな、これはな。もう一人連れてこよう。やっぱ二人だけだと選択肢がないじゃん。三人だったら選択肢が出てくるからね。一人余るけど。なんで1.18 からかな、寝ても昼間に雨が降るようになったのって。そんなことないかな。なんか寝ると雨が降らないっていうイメージが本当に今まであったから、こんなに雨が降るのがすごく変な感じがする。まあ今までももしかしたら普通に雨降ってたのかもしれないけど、これどうやって連れてくのがいいんだ。もっと上の方で、よいしょ、よいしょ、OK。 なんかすっごい邪魔してくる。いけないこれ以上こういう時はもう全部道にしちゃいましょう。よいしょ、OK。 あ、子供もいる。子供はでもね、今のあそこに連れていくメリットがないからね、あんまりね。大人を連れてった方が子作りするから、子供は子作りできないのでね。あれ、ボート両方一緒にやってる。これは何の違いかあるの？さっき交互にやってたじゃん。なんで。よいしょ。え、わからん。よいしょー、はい、ただいまー。これでね、3人できたのでね、選ぶことができます。ね、はい。強制じゃなくなったんでね、喜べ。さあ、そしたら今度は、この子たちを増やすためにはベッドが必要なんだけど、今ベッドを作るためのね、羊毛を集めることがなかなかできないことになっているので、牧場を作っていきましょう。どこに作ろうかな？ここら辺をちょこっと整頓しようかな？牧場を作るときの注意点なんだけども、羊とかね、牛とかを多分増やすと思います。増やした時にね、拠点からあまりにも近いところに作ってしまうと、めいめいうるさくてね、気がめいります。めいめいうるさくて気がめいるだって。まあ、なんでね、ある程度ね、遠いところに作った方がね、いいと思います。最低限、めいめい聞こえないところにね、作った方がいいかな。ということで、柵をたくさん作って、で、ここから、どうしようかな。あー、
今すっごい残念なことに気づいた。ここさ、道越えて作りたかったんだけど、これもう一マス向こうにやればよかったな。こここれがあるせいで道がこれこことちょっとずれちゃうずれちゃうのね、これね。まあまあしょうがない。だったらこうやって行くでしょ。でこうやって行ってこっちから向こうの方に行くようにしよう。なんでこの辺掘りまーす。あれ、私さっきさ寝たっけ。寝たのにいつものあのセリフ言い忘れてたっけ。あれ言ったよね。言った気がする。私あのセリフあれ言ってなかったっけ。あ、言ってない気もするまあいいや。はい、ということでね、こんな感じでちょっといい感じの広めの土地をね用意しました。こっちの方からね道がねこうやってぐわーっと向こうの方までぐわーっと行って、ここまでね 3×3 じゃなくて3マスのね厚さ三角もう今日ちょっとね疲れてるかもしれないね。こういう感じで3マスのね道が向こうの方まで行きます。なんで、まあ、この辺に牧場を作っていこうかなと思うんだけども、これはそろそろあれも来るし雨だから、いやーうめえ夜だ。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日も一日楽しんでいきましょう。そしたら私何しにここに来たんだっけ。あー、ベッドに寝に来たんだベッドに寝に来たもんで、あとあれが欲しい、バケツが欲しい、持ってる。でいい感じの畑の作り方ということでね、いい感じの畑を作っていきたいと思います。まずね、畑のもう一番基本的なことです。水をこうやって垂らします。そしたらね、水の周り4マスまで、縦横斜め4マスまで水がね、この耕したところを湿ります。湿ったね、高地は作物がね早く育つので、基本的にはね水を中心に置いて4マス先までこういう風にやっていて、 9×9 の大きさの畑を作るといい感じになります。ということで、パン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 とパン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 と、はい、この形のところに柵をね置いていきます。はい、柵が置き終わりました。でもこのままだとね中に入ることができないので、てか私さ羊牧場を作るって言ってなかった、さっきまで。なんで畑作り出してんのまあどっちにしても今日羊牧場も作るからいいんだけど、さっきめめめめうるさいからみたいな感じのことを言ってた気がする。気のせいだよ多分ね。ということで、フェンスのゲートをね作ります。これはねゲートといって、右クリックをすることでね開くことができる、そういう感じの代物です。こうやって置いて、こうやってカチャ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 ね、こうやって取ることができます。なんでこれを4方向にね置くのが双葉流で、まあ、どの方向からでもね中に入ることができて嬉しいですねっていうのをやるために、こうやって4方向にね置きます。すべて置き終わったら、今度はねこの中身すべて耕していきましょう。はい、耕し終わりました。そしたらここにね水が合うとね中に入ってしまうので、今はもうね 1.18 ということで、いつぞやのバージョンからね半ブロックを置いてもね水がなくならなくなったので、ここに半ブロックを設置します。そしてその上に柵を設置して、さらにもう1個上にも柵を設置して、なんでこれね2個上に柵を設置するかというと、この後ね私ダバーってやってね作物をね収穫したいんだけども、これね水をダバーする場所ここだとねどうなるかというとね、はい、こんな感じでね一番隅っこまでダバーしません。なんで一番隅っこのこの四隅だけ手でね収穫しなきゃいけなくて若干めんどくさいので、そうならないようにもう1マス上にこうやって置いて、ダバーすべてね行ききるようにしています。まあ、なんでね1マス上からダバーさせてるから、もうちょい大きい畑にねしても多分ね大丈夫だと思うんだけども、そこはね一番最初に言った4マス先までしかっていうのもねそういう話です。そしたらこの上にさらにもう1個ブロックを置いて、水を回収して、作物はね明かりがないと育たないので、こんな感じで松明をね設置しておきます。はい、ということでこんな感じになりました。これでね作物を植えればもうすごい速さで育っていきますそんなことはないです。そしたらもうここのね簡易畑は必要ないので、すべて作物を回収してしまって、で作物の豆知識かっこもうすでに結構常識ということでね、作物の豆知識です。作物を植えるときはね、すべて同じ作物をこうやってね植え続けるよりも、こうやって植え続けるよりも一列ずつね、作物をね人参、小麦、じゃがいもみたいな感じで一列ずつね他の作物を植えた方が、すべて敷き詰めるよりも2倍の速さで成長します。
ます、まあ、なんで今日はね、まあ、全てすき詰めた場合はね2倍の数植えているんで、まあ、場所効率を選ぶか時間効率を選ぶか的な感じプラス、まあ、こういう感じでね、あのいろんな作物を育てたいときは1列ずつに植えた方がいい的な、そういうあれですね。はい、ということでこれで畑が出来上がりました。あ、ちょっと待って、じゃあ本日作るまずはね看板を設置しないとあれなので、2022年1月8日16時56分施設ナンバー005簡易畑完成ということで、畑ができたんだけども、今回はまだ必要なものがたくさんあります。はい、そうです、牧場も作らねばならぬ。どこに作ろうかな牧場畑本来ねここに作る予定だったんだけどさ、本当はここに畑を作る気だったんだけどさ、なぜかここ畑作るって言い出しちゃったからね、もう言い出したからには畑作らないとってなっちゃって畑作ったけども、じゃあもうちょいこっちの方もね軽く設置します。なんかちょっと待って、種を持ってるから、種を持ってるから、鶏がこっちの方に種を持ってる。はい、ということで軽く設置をして、うん、いやー、ここどうしようここまで全て埋めてしまった方が、いやー大丈夫、こんだけあれば大丈夫だね。ここにね、牧場を作っていきます。まあ畑が 9×9 のね広さ、中身 9×9 の広さなんだけど、正直牧場はそんなに広くてもあんまり意味がないので、枠をね1、2、3、4、5、6、7、8、92、3、4、5、6、7、8、9的な感じで枠を 9×9 にして、中はね 7×7 の大きさに今度は使ってもらってます。はい、こんな感じですね。で今はもうね松明1本あればね、真ん中に1個置いてしまえばもうここ全部湧きつぶしがもう完了してしまうという、そういうすごい感じのね、もう湧きつぶしの神様が宿ったかのような湧きつぶしがめちゃくちゃ楽になってるんだけどもね。そして早いな、もう夜めちゃくちゃ早い、夜だ、おおやすみなさい。はい、おはようございます。引き続き牧場作りをしていきましょう。ってことでこんな感じで柵が出来上がりました。この柵の中にね羊やら牛やら、今回はね羊と牛の牧場だけ作っていこうかなと思います。豚とか鶏はまだいらないのでね、まあ羊やら牛やらを連れていきたいんだけども、その時にね簡単に連れてくる方法です。まずね柵を全て埋めちゃいましょう。そしたら、まあ、何でもいいんだけどね、ブロックを羊を連れてくる方向はどっちからだ？あっちの方からかな。ここにねこうやってブロックを設置してしまいます。それで設置をすることで動物たちがねこここうやって登ってこうやってやって中に入っていく的な感じになります。それプラス、まあこれあってもなくてもいいと思うんだけどもね、1個ブロックをこうやって置いておくとね、ここ中からこうやってね人間だけが出てこれるのでいいと思うんだけども、まあこれいらないかな。よいしょ、まずはね羊をね連れてきましょう。羊の連れてき方、小麦を持ちます。羊にちらつかせます。来ます。こんな感じでね、ドゥ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 アーンっていう音楽が合いそうな、合わないかもしれない基本的に適当なことしか言わないってことでね、羊を連れてきました。あとはねもう羊こうやって来てることを確認して、こうやってこっち入って、はい、こんな感じですね。はい、そしたらね、あの一匹こうやって入ってきたので、鉄を使ってハサミを作ります。でハサミを使ってね毛を刈ります。するとなんでだ、なんで1個なんだこれは今回2個出て、あーオッケーオッケーオッケー。羊はね草を食べるとねこう回収するのがね増えるのでね、あまた1個かい。これ2個ねこうやってやることでカーペットを作ることだけができます。カーペットをここにこうやって設置しましょう。こうするとね動物たちはね登ることはできないけど人間は登ることができるという、そういうものが出来上がります。はい、もうこれはもう基本的なテクニックですね。ということで、おここら辺大量にいる、羊も牛もいる、いいね。じゃあこの子たち全員連れていこう。あ待って、まだいる。おーい、おーい、おーいあ、来た。問題です。牛さんが3匹、羊さんが2匹、たかしくんが1人います。さてたかしくんはお釣りを何円もらったでしょう。はい、さあここからちょっとね問題が発生して、牛たちはいらんのよね羊だけでいいのよ。なんでどうしようかな。この隣にどっちにしても牛牧場は作るから、3、4、5、6、7、8、2、3、4、4、5、6、6、こっちの方に連れてくるからの、もう一回もうこれ閉じ込めるような素振りを見せちゃうからの、もう一回これを見せるで、ここからがテクニシャンです。いきますよ。ちょっとこうやってね、
バランスをこうやっていい感じにバランスを取ります。はいはい、こういう感じでね、こういう感じバランスをいい感じに取って、はいはいはい、ポンポン、うまい今のがこれがプロのマインクラフターということでね。はい、じゃあね、2匹目の羊を連れてきて、え、なんか増えた、あれ、もともとそうだっけはい、これでね、この子とこの子をこうやってやることで、小麦で子供を育てることができます。からの羊から毛を刈って、今回なぜ羊をね連れてきたかというと、羊毛でベッドを作ることができます。ベッドを作ればあそこの子たちがね繁殖するということでね、そのために羊牧場を作りました。じゃあこっちの牛牧場は何で作ったかというと、牛はねやつけるとね皮を落とします。皮を落とすということはね、皮とサトウキビをね使って、紙を作ったものを使って本を作ることができます。本を作ったら本棚を作ることができて、本棚が作ることができれば書券台を作ることができるということなので、その書券台を使ってね師匠と取引をしましょうという、そういうことですね。ということでこっち側にもこういう風にやっといて、松明は真ん中に設置しておきましょう。はい、オッケー、これで羊牧場と牛牧場が完成しました。どうしようかな、まあ、今後まだ豚牧場と鶏牧場も作ると思うけど、まずはこの2つだけでね。2022年1月8日17時6分施設ナンバー006簡易牧場が完成。やった。さあ、そしたら次に必要なものこれですね。サトウキビ畑、今このままだといろいろとね、これ回収した後にね水の中に入ったりとかしていろいろあれなので、ちゃんとしたサトウキビ畑も作っていきます。前回までにサトウキビが結構手に入っているので、あ、思ったよりだった59本ですね。じゃあサトウキビのお話。サトウキビはね、隣に水がこうやってね、水流かもしくは水源があるところの隣の砂とか土とかそういったところにね植えることができます。でこれたまにね、砂の方が成長早いだとか土の方が成長早いだとかそういう話あるんだけども、変わりません。これ、ね、昔私ね、あのそういう検証動画をね作ったんだけど、これ変わりませんでした。なので砂でも土でも何でもね好きなものを使っていいと思います。そしたらどこに使おっかな、サトウキビ畑。ここら辺が使おうと思ってた場所だけど使わなかったから、ここら辺に作ろうかな。それじゃあ喉がガラガラになってきた、やばい、ちょっと喋りすぎてる、ちょ今から私一言も喋りません。嘘です。ということでね、ちょこっとだけ整地をしました。ここら辺にサトウキビ畑を作っていきましょう。道がここからこうやって上がっていって、こういう感じでつながっていくので、道に被らないように畑を作っていこうかなと思うけども、はい、こんな感じですね。なのでここら辺からここら辺かな。まあ、さっきも言った通りね、水の隣にしか植えることができないので、水を置く場所をね、こうやって掘ります。基本的にね、8とか16とか、まあ、そういう8の倍数にするとね、区切りがいいのでね、今回16マス、こういう感じで掘っていきます。ちっちゃいかな、これだと。でも次行くとここなって、ここを重なっちゃうもんね。ここまでだよね。ちょっと今回ちっちゃいけども、16、32、48、64の12、96、96だよね。96本のやつをやっていこうかなと思うんだけども、そろそろですね。あ、もう夜が来る前にきっと羊たちが毛が刈り終わってるじゃなくて、毛が成長し終わってるはずだから、カーペットのために毛を刈っ、ん？カーペット？そう、私さ、バージョンがさ、昔のバージョンも結構まだ遊ぶんだよね。だから、サトウキビ畑と言ったらカーペットっていう、そういうね、これわかる人わかると思うんだけど、夜だ！おやすみなさい。はい、おはようございます。今日も一日ブイッと行こう。でもさっきの話なんだけど、なんで私カーペットを作ろうかと思ったさなんで私さっきカーペットを作ろうとしたかというと、昔ねサトウキビ畑を作るときに、まあ、こんな感じでね、まあ、水を設置してサトウキビ横にね置いていくんだけども、こうやってねサトウキビ置いて、これ収穫したときにね、ここに水に入ってしまうんで、カーペットをねここに敷くっていうのがね結構有名なやり方でした。なんだけど、まあ、さっきも言った通りね、今のバージョンはね半ブロックをここ設置しても水がね消えてなくならないので、半ブロックを設置すればいいんだよね。でもこれついつい
ついね、ついカーペットに従っちゃうんだよねということで、こういう感じで半ブロックを設置していきます。で、半ブロックを設置した後でも水は回収することができるので、こういう感じでね、再利用することもできます。で、これ何やってるかというとね、無限水源というものがマイクラにはあります。無限水源というのは、通常ね、水設置したらね、水源ここできた後水流になるんだけども、下に水源もしくはブロックがある状態、かつ横四方の2つ以上が水源だった場合、そこに水源ができるという、そういう仕様があります。今こことここ水流になっていて水源ないんだけども、ここにね水源を設置すると、下がブロックかつこことここに水源があるので、こことここがね、こんな感じで水源になります。このことをね、無限水源と呼びます。で、こういう時にね、水をね置いていく時に1マス置きに置けば、例えばだけども、今ここに水源があるんだけど、ここに置けばね、ここが水源になります。なんでかっていうと、下がブロックで両隣が、水源だからですね。はい、こういう感じの細かいテクニックもね、ちょっと説明しながらできればいいかなと思いながらやっていきます。はい、ということでね、こんな感じで終わりました。そしたらね、上から半ブロックを設置して、で、これね、半ブロックにすると何がいいかというと、カーペットだとね、松明を設置することができないんだけど、半ブロックだと松明を設置することができちゃうんだよね。もうそれがすごい。しかも今のバージョンはこれぐらいかな、これぐらいの範囲でね、もう松明を置いとけばもう全部湧き潰してきてます。あ、素晴らしい。ということで、サトウキビを設置して、全然足りない。じゃあ、サトウキビが足りない時はね、川が近くにあったら川をね、ボートでこういう感じで行きましょう。ボートでこういう風に行ってれば、サトウキビなんてもう2000個3000個サクサクと集まるんでね。めっちゃ家畜いる。そんなにいるっていうぐらい家畜がいる。すごくいい世界だ、ここあ、なんかここら辺の山もうまく使っていきたいな、将来的に。あ、ちなみにね、今回のフタクラなんだけども、全部で108パートをね予定しています。2022っていう風に名前ついてある通り、2022年のフタクラなんでね、2023年には投稿しない、かつ3日に1動画ぐらいしか投稿してないと思うのでね、だいたい100パート108パートですね。108パートで全ての目標を達成。何このおやつ、なんでこんないじめられてんの。よいしょ。まあ、108パートもあればね、施設100個が一応目標だけどもね、もしかしたら200個作れちゃうかもしれない。で、今日だけで、牧場と畑と、まあ、村人のあそこの待機所はね、施設とは呼んでないけども、あ、2個しか作ってない、もしかして。あれ、おかしいな。あれ、牧場と畑しか今回作ってないのか。意外と作ってなかったわ。まあ、それでもね、1日2個作っちゃえばね、200個作れちゃうからね、もう500個ぐらい作れたかもしれない、もしかしたら。さあ、思ったよりも、畑がねえぞ。畑じゃない、サトウキビがねえぞ。あ、あった、あったけど、いや、思ったよりもないな。本当に少ないな。そい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 、やばい、迷子になった。私どっから来たっけあ、あったあった、よかった、仮拠点が見えた、よかった。はい、ということで帰ってきました。23本持ってきたので、これで全てのね、サトウキビ植えることができると思います。いやー、これでサトウキビ畑も完成しますね。はい、これでね、サトウキビは全然足りない。どうしよっかな。そしたらサトウキビいっぱい持ってくんのもね、もうこれ、この後裏でやっておこうかなと思うので、この辺でサトウキビ畑は完成にしておきましょう。ということで、2020年だと、待って待って待って、私今までずっと2020年って書いてた。あ、2022年って書いてる。あ、2022年って書いてる。なんで今私2020年に前戻ったんだ。2022年1月8日17時20分、施設ナンバー007、簡易サトウキビ畑完成。さあ、そしたら、やっぱせっかくね、いろいろ準備が整ったんで、一度秘書ガチャしたいよね。したいと思う、私はしたい。ということで、秘書ガチャしようかなと思うんだけども、ワンチャンさ、初見隊村にあったかな。まだね、初見台を作るほどの材料がね、全然ないんだけど、ワンチャンあそこに初見台があればそれでいけるから。あそこの家ってさ、なかったっけ。この家、この家、この家にさ、あったような気がするけど、あれ気のせいかもしんない。いや、私ほどのね、実況歴の長い、マイクラ歴の長い男がね、司書台じゃない、初見台のある場所がわからないだなんて、そんなこと起きるわけない。ここにあります。あります。ありません。どこだっけな、どこのやつだっけな。いやー、初見台のある家はね、存在はするんだよ。でもその家がどれだったかがね、全然覚えてない。あ、すっごい
おしゃれ、おしゃんってなってる。ここにはなかった。向こうにはあるでしょ。うんこ。危ない、うんこって言おうとしちゃった。最近ね、子供のももちゃんがうんこ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 ね、うんちーって言ってんだけどね、どっちかっていうとね、うんちーってずっと言っててね、まあ、そう聞こえるだけなんだけど、それで私もうんこって言うなんちゃって。いや、これないな、これ。ちょっと一回、もう夜だし、夜だー、おやすみなさーい。はい、おはようございます。これは絶対違う。いや、これじゃね？ワンちゃんこれ、これ、これワンちゃん絶対違うって言ったのを信じればよかった。これどうやって出んのこれ。なんでこんな囚人のような家に住んでんの、マジ。もうなんだここは。ちょっとこれ、なさそうですね。なさそうなんで、そーい、そーい。え、待って、皮が落ちないんだけど。9枚でいいのに、9枚でいいのに2連続落ちなかった。そーい、そーい、そーい、そーい。うっ、あっ、お大丈夫だった。え、ていうか、皮ってこんな落ちなかったっけ？今何体倒した？結構倒したのにまだ2枚しかないんだけど。どういうことなの？そい、そい、そい。いやー、どう思ったよりだった。そい、そい、そい。よし、9枚集まった。からのここになんと、まるで、サトウキビのバーゲンセール。たくさんサトウキビがあるので、そい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 。そい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 と、サトウキビも回収して、あ、まだ向こうにもある。さっき探した時全然見つからなかったのにたくさん見つかる。そいそい、やばい、拠点がどこにあるかわからない。なぜいつも私は拠点の場所がわからなくなるんだ。これ早めにウィザー倒してビーコンビーコンさせた方がいいかな。え、壊れたネザーゲートがある、あそこに。私こっちの方に拠点があると思ってこっち進んでたんだけど、あそこに壊れたネザーゲートがあるんだけど、あれ本当にわかんなくなっちゃった。あれ、あ、こっちだ。ガチめに反対方向に走ってたかもしれない。はーい、ということで拠点まで帰ってきました。そうしたらついに村人さんを白ガチャしていきたいと思います。そしたらサトウキビで紙を作って、紙と革で本を作って、で、本と木材で本棚を作って、本棚とハーフブロックで初見台を作って、さあ、私ほどの実況者力があればね、一発でなんと今一番欲しいもの、効率強化3もしくは耐久力3がねつきます。いきます、よいしょ。さあ、記念すべき一発目の取引内容、でん、本がない。